第0話、今回もカオスにお届けします。さて、今日は何をして遊ぼっかな。今日は上級生のお姉さんも一緒に遊んでやるぞ。はーい、お姉さまが来たわ。ワンコ、よしよし。はい、ゴロゴロ。よしよしよし。完全に犬だな、おい。ヤマトもよしよししてやろうか。お断りします。奥ゆかしい下級生とも一緒に遊んでくれよ。こら、松風、ずずしいですよ。今回はスグルも一緒に遊ばない？そうだな、たまには悪くはないだろう。今回も賑やかになりそうだな。お、なんだか凛々しいね、クリス。聞いて驚くな、ミヤコ。最近自分をバカなキャラだと思ってるやつがいるらしい。おうほう。自分はそういうタイプではないということを見せてやろうと思ってな。お邪魔するよ、諸君。はあ、父様だ。クリス、今日のお前は夕暮れのドナウ川よりも美しい。いい子にしていたか。もちろん、寮での一人暮らしも立派にこなしています。成長したな。ほら、そんなお前に熊のぬいぐるみをプレゼントだ。これは出たばかりの。はあ、ありがとう父様、欲しかったんです。ぬいぐるみもクリスが持ち主になるのだから幸せだな。見てくれ、ミヤコ、熊もらったぞ。よかったね。今日は私も一緒に遊ばせてもらうよ、みんな。なんでそういう展開になるんですか。なに、娘に悪い虫がついていないか肉眼で確認しておきたくてね。父君、無茶はしないように私とルー先生で監視させてもらいます。てわけで、カズコ、ちょっとお邪魔するね。なんだか賑やかだわ。よろしくな、ナオエ。この年上の方々とどう遊べと言うんだ。ガクト、あとは任したぞ。おっと、逃がさねえぞ、ヤマト。えい、話せ。話さんぞ。お前はいつもこういう時楽しい音するからな。観念するしかないのか。賑やかでよろしいですな、ヒゲ先生。おじさんも混ぜてくれよ。え、特に対はないんだ。あ、小島先生、よろしければこの後ウーパールーパー丼でも食べに行きませんか。全く興味がありません。両生類は奇襲すぎたか。対ありまくりだな。興味持たれてないのはヒゲ先生自身じゃねえの。そういうこと言うなよ。ただでさえ体から加齢臭がして切なくなってるのによ。さて、直江、川上和子、元気に号令をかけてみろ。はいはい、行くぞ。ワンコ、いつでもオッケー。ドラマ CD 第3巻始まり始まり。第1話、クリス、その華麗なる朝。ここがクリスが住んでいる寮か。衛生的だし和を感じる。素敵だね。はい、楽しく生活しています。うん、何よりだ。そこで父様、実は自分は一大決心をしたのです。一大決心？なんだか聞くのが怖いな。ぜひ聞いてください。うん、心の準備はできた。今まではマルさんたちに起こしてもらってましたが、これからは自分一人で起きようかと。おお、なんという崇高な決意。お前は今誰よりも美しいぞ、クリス。はい、自分は新しい自分へと進化します。大丈夫かな、寝坊する気がしてならない。確かにそんな危険性もゼロではない。ということで、自分はこういうものを用意してみた。目覚まし時計？うん。父様、これに声を吹き込んでください。父様の声なら起きられます。おお、おお、なんという可愛らしい。父親身寄りに尽きるな。いいとも、私の声でよければいくらでも。では、クリス、起きるがいい。君のための一日が始まるよ。おお、こんな感じでどうだろうか。ありがとうございます。気持ちのいい寝覚めが想像できます。そ
そうかそうか。これでみんな自分が凛々しい騎士だと再認識してくれるぞ。付き合いきれない。どうなるか注目だな。いい天気だ。朝6時か。気持ちよく起きられたな。お、前を行くのはマユッチだ。おーい、おはよう、マユッチ。あ、おはようございます、クリスさん。いやー、ようやく朝の鍛錬でマユッチを見つけることができたぞ。うん、私は普通に鍛錬していますよ。いやいや、マユッチの修行現場って結構レアなんだぞ。マユッチってばシャアだからな。鍛えてるところ見られたくないんだ。そうなのか。まあ自分は気にしないが。それにしても多摩川の早朝ランニングは気持ちいいな。はい、気が引き締まりますね。マユッチ、自分はちょっと飛ばすぞ。おー、早いな。クレキチョはなんだかんだでできるやつだぜ。お、あそこにいるのは川上姉妹。おはよう。なんだ、飛ばしているな、クリ。なかなかのスピードじゃない。おはよう。おはよう、二人とも。河原で朝練か。ああ、ワンコの腕を見てやってるんだ。チェスト。お、いい踏み込みと思い切りだ。だが、まだまだ動きにムラがありすぎる。技と技のつなぎをスムーズにしろ。はい。モモ先輩、自分も指南してくれないか。いいぞ、思い切り打ち込んでこい。それでは。はあ、早い。お姉様に一撃入れた。やるな。ここまで鋭いとは。気合も入っている。体がしびれるぞ。いやー、すごいね、クリス。おお、見てたのか、ミヤコ。まさかきちんと起きられるとは。正直甘く見てた。ごめんね。俺もごめんな、クリス。クリスすごい。クリス最高だな。クリじゃなくてクリスさんって呼びたいわ。クリス、本当にごめんな。いいさ、もう気にするな。クリス、クリス、クリス、起きろ、クリス。なんや、ヤマト、もう謝らなくていいの。誰がお前に謝るか。ついお前、今日から一人で起きるの頑張るって昨日言ったじゃないか。だから一人で起きて鍛錬頑張ったじゃないか。ダメだ、これは寝ぼけているね。そうだ、あの目覚ましはどこ行ったんだ。見て、隅っこに放り投げられてる。お父さん知ったら泣くぞ。ああ、自分で起きてする朝練は気持ちいいな。お前、どんな都合のいい夢見てたんだよ。ああ、夢。あ、そうか、これが夢なのだな。深いな、夢だな。現実に戻ろう。あかん、全然起きれてない。仕方ない、放置しておこう。いいのかな。だって見てよ、このあどけない寝顔。いい夢見てるんだな。そっとしておいてあげようか。クリスはクリスだったということで。おやすみ、クリス。よせよせ、みんなしてそんなに褒めるとくすぐったいぞ。もしかしわかったよ、みんな自分をバカにしてるようで、実は自分が大好きなんだな。
あ、そうだよ、マト。サインしてやろうか。いずれ価値が出るかも。というのはうぬぼれかもしれないが。何？どうしてもしてほしい？第2話、風間ファミリー今昔物語。ああ、ここ木陰だし、風が涼しいぜ。暑いからしばらく休んでいきましょうよ。意義なし。太陽が全力で発熱してるな。入道雲。まさに夏真っ盛りだね。川上院でね、スイカ冷やしているの。夜食べるんだ。そうか、食べ過ぎには気をつけろよ。うん。しかしここほんといいスポットだわ。過ごしやすいよな。他のみんなも呼べばよかったか。いいんじゃねえの、たまにはこの3人でも。そうね。和むわ。あ、往診つくつくが聞こえたわ。夏の終わりが近いってか。そうそう、この声聞くともうすぐ夏休み終わりだって憂鬱になってたな。俺なんて気分は毎日夏休みだから、そこまで寂しくなかったぜ。はいはい。夏休みの課題か、懐かしいわ。俺はギリギリで昆虫採集やって提出したな。ワンコなんてキャップと一緒にギリギリに課題やろうとして、でも虫が殺せなくて提出できなかったんだよな。あったわね、恥ずかしいメモリーだわ。仕方ねえから俺が絵日記を偽造してやったんだよな。図書館行って毎日の天気を間違えないように新聞調べながら書いているヤマトには恐れ入ったわ。やるならとことんやらねえとな。ずいぶん前の思い出だな。しかし風間ファミリーがまだ3人だけの頃だったな。その時期結構長かったもんね。あ、いい音した。野球もよくやったよな。私がボールを追いかけたらバイクが飛び出してきてびっくりしたこともあったわ。お前よけりゃいいのに、固まってるんだもん。間一髪だったぜ。キャップが素早く動いたおかげで無事だったからよかったよ。そういえばあの時の切り傷ってまだ残ってるの、キャップ？いや、さすがに消えたぜ。ほら。新しい傷が多くてわからないわ。キャップはわんぱくだからな。おっと、蚊がいた。お、今仕留めたろ。任せてよ。成長したじゃねえか、虫も殺せないやつが。あれ、俺刺されてたかな。いや違う、これアセモか。アセモといえばキャップが書き壊して大変だったわ。腕から血が流れてきたからな、俺クラってなっちゃったよ。痒みなんぞ吹き飛ばしてやろうと思ってさ。ま、無理はよくねえわな。今だって散々無理してるだろうが。いろいろあったわね。いろいろあったな。まあでもさ、なんて言うんだ、俺結構他人に気を使うタイプでさ、そんな俺がお前たちといると自然体でいられたんだ。痛い発言多かったもんな。それは忘れてくれ。まさに私たちは互いに気の置けない仲間ってことでしょ。おお、ワンコにしては正しい意味で言葉を使えたな。そうだよな。だからこのノリで俺ちょっと大事なこと言うぜ。俺はお前たちと出会えてよかったって思ってるよ。改めてこんなこと言うのもなんだけど、これからもよろしくな。お前たちは少しぐらい気を使え。第3話、父の愛は無限大。軍事基地、なんという素晴らしい空気だ。軍オタでもある俺にはたまらん。こら大串、あんまりはしゃぐなよ。おっと、しっけ。
ついついな。こんなところまで民間人が入っていいんですか、お父さん。君に父親呼ばわりされる覚えはない。それとも何かね、娘を嫁に欲しいと。でもめっそうもない。それはよかった。クリスはメンデルスゾーンが弾くピアノのように美しい存在だ。危うく悪い虫が寄ってきたかと思った。本当に娘一筋ですね。クリスをいじめる人間がいたら知らせてくれてまい。文字通り粉砕するからな。いじめで、それでは。例えば泣かすような相手には。小惑星をそいつの頭上に落としてお仕置きだな。周囲までお仕置きされちゃいますよ。構わん、それぐらいの犠牲があれば次への抑止力となり、もう娘は泣かされない。相変わらずすげえ親父だな。もしもクリスを大泣きさせたら。クリス、一体どうしたというのだ。クリス、ヤマトが、ヤマトが自分をバカにした、バカにした、悔しい悔しい悔しい。おのれ、吐き気を催す邪悪とは、愛する娘を悲しませることだ。全軍を緊急招集しろ。皆よく集まってくれた。私はかつて戦場で暴れ回っていた男だ。だが年を取り、もう前線に立つことは少ないだろうと思っていた。ところがドイツの宝でもある我が娘が泣かされるという悲しい歴史が生まれてしまった。ここに至って私はクリスが今後絶対に泣くことがないようにすべきと確信したのである。諸君、力を私に貸していただきたい。共に悪鬼を駆逐しよう。さすればクリスは喜びの顔で満たされるであろう。大佐、全軍出動の合図を出せ。諸君、地獄を始めよう。一粒の涙の重さ存分に分からせてやれ。状況を開始せよ。なんてことになったら世界大戦になっちまう。気をつけないと。おお、あの戦闘機は見たこともないタイプだ。私が乗り込むロールアウトしたばかりの機体だね。最新技術が目の前に。今日はなんという良い日だ。落ち着けというに大串。引率している私の立場にもなれ。すみません父君。構いません、戦闘機は男の子のロマンですからな。しかし限定2名で軍事基地案内とは豪華ですね。クリスの面倒を見てもらっている恩返しだよ。キャップに当たりくじ譲ってもらってよかったぜ。風間もこういう軍事基地は好きなタイプだと思ったぞ。それをすんなり直江にくじを譲渡するとはな。目隠しされたり行動に大きな制限がかかるのが嫌なんですよ、キャップは。機密がある以上当然だろうに。大串、お前は口の聞き方をソフトにできないのか。これが性分でしてね。難しい年頃なのだな。ところで君のお父さんはラグナマークタワーで働いているのかね。ええ、あそこのホテルに勤めてますが。やはり彼は実に見事な対応をしてくれてね、記憶に残っているんだ。なるほど、家でもまあまあいい父親をやってくれてますよ。似ていると思った。なんだ、私にはそういう話を全くしないのに。父君にはおしゃべりなのだな、大串。いいじゃないですか、別に。ヤマト君、君のお父さんはどんなご職業についているんだね。外国で働いています。去年の年末に A 銀行株を空売りしたことですごいリターンが出たって喜んでましたよ。なるほど、空売りはうちの政府も今対応に悩んでいるところだよ。今度は保険会社絡みで儲けようとしてるらしいですが。君のお父さんも優秀なようだね。佐渡だし手に負えませんね。お母さんもそれについて言っているのかね。母は父のそばを片時も離れませんね。ベタ惚れのようで。いい話だな。残されたお前は寂しいかもしれんが、母も初めは父を殺したいほど憎かったみたいですけどね。
そこから今の状態まで持ってった父はすごいですよ。何があったのやら気になるな。だから梅先生もいずれヒゲ先生が気になるかも。あ、それはない。大口君のお父さんはね、私が娘自慢をしたらこちらにも息子がいますと返してきたよ。無愛想で休みは家にこもりがちだが、いつかでかいことをしてくれると言っていた。親バカだな。親はバカなのだよ。ヤマト君、君のお父さんも異国の空で君のことを案じているに違いない。それだけ子供というのは可愛いものなのだ。フランクさん。というわけで娘はやらんぞ。今の流れでクリス出てきてないでしょうが。油断できんと思ってな。大丈夫です、クリスには手を出しません。ほう、うちの娘は魅力がないと。なんて答えればいいんだ。冗談だ。クリスも親から離れて生活している最中だ。これからも困っていたら助けてやってくれ。わかりました。でも安心してください。クリスは立派にやっていると思います。そうか。どうやら私自身が親バカすぎるかな。クリスが成長しているように私も変わっていかないといけないな。フランクさん。お、失礼。緊急連絡だ。もしもし。何？クリスにラブレターを出した男がいるだと？由々しき事態だ。諜報部を全員そちらへ回し、詳しい情報を調べ出せ。全然変わってないじゃないですか！第4話、リスの T シャツって可愛いよな。それは俺がいない秘密基地で起きた事件だった。323、324、325、326、327。ほら妹、汗が垂れちゃうぞ。ふきふきしてやろう。ありがとう。328、329、330。ワンコはいつも通りトレーニングに精を出していて。ヤマト、ヤマト、オーストラリアの中に住んでる生き物ってなんだ。トラ。なんでわかるんだ。カンガルーだろ、普通カンガルーって言うだろ。じゃあないつも頭の上にいる鳥はなんだ。これは難しい。帽子だからハット、つまりハト。気が済んだかクリス。悔しい。クリスはヤマトに突っかかり。ではクリスの代わりに私が問いかけよう。ぎ。スフィンクスのポーズ。なんだいきなり。問いかけに答えられないものは食べられる。ひどい話だ。では質問。じゃじゃん。ヤマトのことが好きで好きで、でも食べるのを我慢している女の子は誰だ。まずい。答えても答えられなくても襲われる。こういう時は冷静に姉さんの後ろへダッシュで隠れて。ん？答えはミヤコだ。正解だ。そう、食べちゃいたいんだ。まあ落ち着け。私はカタログ見てるんだから、今はドタバタに巻き込むなよ。はあ、助かったぜ。安心の姉さんセキュリティだね。もう、ミヤコはヤマトに襲いかかりと、日常の光景が繰り広げられていた。ただ一つ違うのは、夏は最高、姉ちゃん薄着見るだけならただ。姉さん上機嫌だね。これは私の自作だから歌ってもセーフ。権利団体にお金払わなくていいわけだ。ナイス配慮姉さん。モモ先輩がやたら上機嫌ということだった。何のカタログを見ているの。これだよ、私が昨日着ていたリスの T シャツと同じ、略してリスティ。リスティ。他にも何枚か注文しようと思ってな、珍しくバイト頑張っちゃったりした。なるほど。ミヤコも欲しいか、リスティ。お気持ちだけいただいておきます。そうか。でも可愛いよなこれ。うんうん、色違いもいいのが多いから悩むんだよな。と
トレーニング一旦休憩でクールダウン。ワンコはどうだ、リスティいるか。お姉ちゃんとペアルックで街を練り歩かないか。ペアルック、それは素敵かもしれないわ。あ、でもリスティは私じゃ着こなせないかも。似合うと思うけどな。まあいいか。あー、なんかいい謎なぞないかな。クリはどうだ、リスティいらないか。あ、リス、ほらこのカタログ見てみろ、可愛いだろう。そうでもないな。あ、この下のクマの方が可愛いぞ。このセスナ、ヤマトとミヤコに電撃走る。ちょ、なんてこと言うんだこのお嬢様。クリス、恐ろしい子。謎。クリスね、他のことに頭を使っているせいで、あの T シャツが普段姉さんが着ているものだって気づいてないな。まずい、モモ先輩怒るんじゃ。そうか、可愛くないかな。あ、いじけた。怒りを通り越したか。もしかして美也子もそう思ったから断ったのか。可愛くないかな。ううん、可愛いと思うよ。私の趣味ではないけど。そっか、はあ、まずい。ワンコ、癒しの波動を出すんだ。私はボストンテリアより賢いわ。なんか意味不明なこと言いながら寝てる。ヤマト、お願い。それしかないな。あれ姉さん、もしかして落ち込んでるの。別に。クリスってさ、日本の文化を誤解しているだけあってセンスずれてるよね。なんだ、弟のくせにフォローでもしに来たのか。俺は好きだよ姉さんの服、いつもの黒いのもいいけどね、可愛いのも好き。ヤマト、まさか姉さん誰かに何か言われたぐらいでポリシー曲げないよね。変えるわけないだろ。なんだか弟に気を使われた気がする。いや俺いつも使ってるから。そういやそうか、まったくよくできた弟だなお前は。ほら来い、ご褒美に抱きしめてやるから。姉さんいいって。いいから来い来い、ほらギュー。うわが、感謝の気持ちが強すぎる。しばらくこうしてやろう、スリスリ。ここはこらえるしかない。よし、なぞなぞできた。まずは宮古で実験だ。宮古宮古、空気の読めない動物ってなんだ。クリス、うわ、第5話、ワンコのすごい新技。そりゃー、ちょい、やー、よーし、それまで。ありがとうございます。お疲れワンコ。ほら、なんかいろいろ入ってる水。気になるけどありがとう。うまい。いいねカズコ、なぎなたの長い射程からうねるような刃の軌道でスネか面かの二択を迫る、オリジナル技の完成だね。対戦相手からは頭と足に向けて刃が同時に襲ってきたように見えるはずです。でもそのうち一つは錯覚か。すげえなワンコ、漫画の技みたいだぞ。いや苦労したわ。で、技の名前どうするね。あ、そういえば決めてなかったわ。名前なんて何でも。技ができたからって浮かれるな、このドッグ。ちょ、何をするのよヤマト。男の子として今の発言は納得できんな。技名は重要だろう。私だって別に軽んじてないわよ、そこまでこだわらないってだけで。いや、こだわった方がいいね。師範代、何かを叫びながら出すと威力が上がるからね。一番シンプルなのが技名だよ。まあ私も叫ぶ方だからわかりますけど。例えば
これが技名を叫ばない場合。相変わらずすげえ。そしてこれが叫ぶ場合。いくよ、ストリウムバーン。どう、わかるかね。もともとはすごすぎて違いがわかりません。わかったわ、自分で名付ければいいのね。何にしようか。どうしようか。ワンコから知恵ですが。カズコ、しっかり。ごめんな、ワンコ。お前に頭を使わせるなんてひどいことをした。私たちは間違っていたね。何かを覚えたら何かを忘れてしまうような頭だからな。大丈夫よ、これぐらいまだできる。頭は平気なのか。明治の次の年号は何だ。平成でしょ、任せてよ。よし、いつも通りのおバカなワンコだな。できるわ、私。メラメラ。おお、燃えている。本気だね。技名は強そうな方がいいのよね。そりゃあジャンプアタックよりもハイドベノンの方が強そうだろ。おお、確かに。ならばハラミ切り。お前ハラミ食いたいだけだろ。カルビスラッシュ。手から離れろ。どうしよう、ただの注文になってるぞ。杏仁豆腐閉めてどうする。お腹減ってきた。自業自得だ。なぎなたブリザード。もう少し連想できる技名にしろ。何がそこまでお前をブリザードに駆り立てるの。もうないわ。くじけるな、ワンコ。ヤマトが考えてよ。思ったれるな。自分の技だろ。強くなるためにはこういうのもこだわれ。確かにそうね。ルー先生、これなんか元になった技はないんですか。あるよ、川上流霞切り。よし、この名前をいじれ、ワンコ。強そうなのがいいのよね。おう、スーパーメタリウムホリゾンタルバーチカルサーキュラースペーサー。長い、校長先生か、お前は。他にはないのかい。牙を剥く。何それ、奥義、牙を剥くっていうの。あれ、ちょっとあれじゃないこれ。でしょ、なんかピコーンとひらめいたの。偉いぞ、ワンコ。そうやって自分で考えることが大切なんだ。よしよし。わいわい、褒められたわ。カズコはいい友達を持ったね。もともと霞切りは子たちを使った接近戦の技だったの。なぎなたでも使えるように川上のご先祖様が改造したみたいだね。へえ、勉強になる。技の由来確かに覚えたわ。よし、昇級士できたし技の素振りちょっとやっておく。おう、頑張れ。せーの、奥義、川上ブリザード。技名もう忘れてる。第6話対決、松風対関戸場。あやちゃんさ、いつも可愛いよね。ねえ、俺が人間の金持ちだったらカードの暗証番号なんてペロリと教えるぐらい熱く口説いてるぜ。もうやめてくださいよ、松風ったら。相変わらずマユッチは飛ばしているわね。自分で自分を褒めるいい根性してると思うよ。動物で例えると私が子猫でにゃん、マユッチはタヌキという気がするにゃん。姉さんは子猫じゃなくてサーベルタイガー。うわっ、何も聞かなかったことにしてやろう。鋭い、殴ってくると分かっても避けきれなかった。ヤマトもこうして日々修行しているのね。でヤマトはどうなの、マユッチみたいな愉快なキャラは。ああ、面白い友達じゃないか。女の子としてだよ。ああ、まあありだと思う。ありなのつか、俺そんな贅沢言える立場じゃねえし。そっか、ありなんだ。どうしたの、宮子。そのセクシーな憂い顔、何か考えてるの。ろくでもない予感がするな。あと、もう島津亮だね。
僕はこのまま家に帰るよ。バイバイ。バイバイ。そして次の日の朝、登校中に事件は起きた。今日はみんなに新しいお友達を紹介します。いきなりどうした？友達？どこにもいないじゃないか。まさかレイ？やめろワンコ。落ち着け姉さん、物理的に殴れるレイかもしれん。よし、それなら大丈夫だ。鍋にして食べてやる。コラーゲン入ってろよ。レイなら美人なのがいいな。少女のまま死んで現世に未練残しているとか最高なんですけどね。あなた銃浮かした。妹キック拾った。今の発言ちょっとダメだと思ったから仕置きしたにゃん。姉さん無理しないで。いや無理してないだろ。うわ、発言一つで大騒ぎに。お友達ならここにいる。はい、みやこがなんか出すよ。注目注目。ちゃ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 。赤い馬の携帯ストラップ。そう、これが私の友達。名前は関戸場だから関戸。はい、ご挨拶して。ニハオ、関戸だよ。よろしくだね。なちょいおい、いくらみやこさんでもよ、やっていいことと悪いことがあんだよな。これってさ、これもうらをパクってんじゃん。仕分けすんぞこの野郎。このダバは怖いね。となるだけでまるで文化ってものがないね。おお、なるほどな。ヤマトがこういう路線もありだって昨日言ったから。マユッチのキャラを真似てきたのね。ヤマトへのひたむきな愛ゆえに。やるな都。間違った路線への暴走だが、ある意味これはドリームマッチだぞ。ヤマトもどっか無責任だな。はい関と、松風にこんにちはって。中国から来たけど仲良く知れね。なれなれしいでちゃいな。オラはジャックナイフ、うかつに触れたら切れちまうんだぜ。こら松風、お友達になろうって言ってくださってるんですよ。そうやって友好的に近づいてオラのポジション取る気なんだ。侵略者はいつも初めは笑顔なんだって酪農やってるじいちゃんが言ってた。松風のおじいちゃん、酪農やってるんだって。衝撃の設定だな。酪農って何？バカ、楽してやる農業のことだよ。え？オラがプンスカ怒るとな、気温が上がって環境破壊が早まるぜ。おいおい松風、なんでそんなにとんがってるんだよ。桃先輩、まさしく今馬が合わないってやつなんだぜ。チェキとは好きな食べ物とかあるの？そうだね、ラーメンとか好きだよ。六輪車のつけ麺とかイケてるね。並ぶの慣れてるよ。ほうほう、結構メジャー志向だな。大変です、松風、あちらに人が集まっています。なんて屈辱だ、これが少年誌なら俺の秘められた力が解放されて大逆転だのに。こうなったらあれを出しましょう。禁断のヘギケ。はい、ドーイ、タフボーイ並びにプリティガール、ちょっと注目。オラこれからマユッチを背中に乗っけて当てをかけます。はい、飛んで松風。今オラはペガサスとなる。なに、松風を遥か上空に放り投げた。マユッチも思い切り上に飛んだわ。これは力入れてジャンプしてるな。ビルの6階ぐらいの高さになってるぞ。空中でドッキングです、松風。悲しみのない自由な空へ翼はためかせていくぜ。マユチが松風の上につま先を置いただと。なるほど、あれで松風に乗っていると言い張るわけか。すっごい力技だね。というかマユチやっぱり強いんだな。私はジャンプ力は人並みだから真似できない。以上、お騒がせしました。おお、すっげえなマユッチ、大したもんだ。あれだけ上空でもみんなにパンツを見せない鉄壁さも最高だ。そうだな、ダイナミックかつ低粛さを忘れない完璧だ。どうやったらあんなにジャンプできるか教えてほしいわ。うわ、アクロバティックな武器に客を奪われた。あ、いややはり急増では無理があるのかね。そんなことはない。ヤマト、ちょっとこっちに来て。
おお、なんだ、何をする。つべこべ言わないね。くん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 、よし復活。うぃ、愛する人の体臭で生命力を回復するとは、なんてけなげなやつ。これは強敵ですね。当たり前だ。これでヤマトの心をキャッチ&ノーリリースするんだ。いや、まあそういうのも悪くないってだけで、二人いるとお腹いっぱいだわ。あれ、そう、じゃあやめるね。さよなら、さよなら、さよなら。授業始まっちゃうよ。おっと、そうだったわ。遅刻したら梅先生にどやされるぜ。めんどいけど行くか。そして誰もいなくなった。いいんです、いいんですよ。朝の余興ということでお役に立てたのだ。けなげだな、オラ尊敬するさ。いやー、でもチャイナホースどっか行ってくれて助かったぜ。つくも神は一人いれば十分なんだぜ。松風は人気あるんですから、真似されやすいんですよ。やだな、まゆちほどじゃないよ。松風ほどじゃありませんよ。いやー、まゆちには負けるぜ。そんなこと言って松風ったら、まゆち、松風。なあ、そのなんだ、病院紹介してやろうか。第7話、オタクの夜。見て、私本当の魔法が使えるの。ほら、このカードを使えばお金がどんどん出てくるの。ただし50万円まで。落ち着いてマリちゃん、それはキャッシュカードだよ。マリちゃんは魔法なんて使えないんだ。嘘よ、嘘、私は魔法使いなのよ。魔法なんか使えなくてもマリちゃんはマリちゃんだよ、マリちゃん。泣ける、泣けるな。このシーンはオータムは本当に神作品だな。本当にね、僕うるっときちゃったよ。いやー、やはり深夜に我が家でやるアニメブルーレイ鑑賞会はとても有意義だな。うん、オータムってさ、人生に影響を与えるよね。僕たち二人レベルアップしてるよ。そういや、モロ、この動画見た、笑えるぞ。どれどれ。あー、これはサムネイルでついクリックしちゃうよね。釣られてみて大正解だ。そういえば痛いニュースとか更新されてるかな。また婚活女子が痛いことを言ってそうだよな。おい、ちょっといいか。どうしたの、ガクト。俺が勧めた漫画はつまらないか。いや、これは面白いけどよ、お前らの会話がわけわからなくてつい。ん、わけわからんか。僕たちが普段使ってる言葉だけどね。おう、知ってて当然だろう。 JK JK 女子高生か。常識的に考えてという意味だ。難しいな。だからガクトはここに来たところでつまらないかもよって僕言ったじゃない。まあそうだな、俺様が好奇心でここに来たんだ。悪い、おとなしく漫画読んでるわ。そうしてくれ、モロ。次の巻の準備ができたぞ。ついにあの名場面が出るね。それでは鑑賞開始。ねえ、もしも、もしもだよ、水中に都市があって、そこで人知れず生活している種族がいたとしたら、どうする。人類がその都市を管理して深海レジャーランドにすべきだよ。その種族は水族館に入れて保護してあげよう。あ、そんなことしたら、その種族と人間とで戦争になっちゃうかもよ。いいさ、人間には核ミサイルがあるんだから。その種族の方がもっと強い武器を持っていたとしたら。もっともっと強い武器を人類が作ればいいんだよ、このバカ。いやー、名シーンだな。
重いよねここ。ツンデレクイーンのスミリンがようやく心を開いて自分は海の女王だと告白しようとした時、主人公の人間のエゴがフラグをへし折っちゃうんだよね。オータムは萌えだけじゃなくてこういう人類への継承もあるんだよな。総合力高いよね。語り継がれていく作品だよこれは。あの水を差すようでなんだかよ。今度はなんだ。なんで同じブルーレイディスクを6枚も持ってるんだよ。それはフィルムさ。買うと作品中のフィルムがランダムで1枚入っているんだ。つまりスグルはお気に入りが出るまで買い続けたわけね。スミリンのアップシーンをゲットしたんだ。これぐらい安いもんだ。それに俺は買ったものを無駄にせん。鑑賞用、保存用、布教用、神棚用、添い寝用、内部データ閲覧用と分けてある。よくわからんがその気迫はすごいな。そうだ、次のブルーレイはガクトも一緒に見ようよ。オータムで洗脳させるか。それも面白いな。俺様ついていけるかな。うん、ちょっと次泣けるからハンカチ用意ね。では再生スタート。人類は滅びの時を迎えようとしているわ。滅び？滅びってなんだよ美穂姉ちゃん。地球は人類を自らにとって害のある病原体だと認識したのよ。だからその病原体を駆逐するためにワクチンを生み出した。そのワクチンこそが今流行している死に至る病の正体なのよ。そんな、じゃあ悪いのは俺たち人間だっていうのか。地球が俺たちを否定したのか。方法は一つ、私が大地と同化してワクチンの発生を抑える。そして地球の柱を支えるしかないの。そんな。元気でね。私はいつもあなたを見守っているから。やだやだ、ミホ姉ちゃん。あ、もう言葉もないわ。オータムってさ、小学校の教科書にするべきじゃね。これ見たら空き缶のポイ捨てとかできなくなるよね。地球を汚せないよ。オータム見てないやつは人生の 80% は損しているな。どう、ガクト、よかったでしょ。おピアノの音楽はなんだかジーンときたけどよ、いきなりここじゃわけわからねえよ。なるほど、一理ある。じゃあ初めから見てみようか。うん、コミカルな学園生活が楽しいぞ。美穂の胸がパッドだとバレるシーンなぞ。ババア、結婚してくれと燃えること間違いなしだ。ブルーレイ13巻分あるけどいいよね。答えは一つしかないけど。今から？イエス。お前ら二人と俺様で？イエス。週末の夜を朝までアニメマラソン？至福の時を約束してやるぞ。なんてことだ。そうだ、ヤマトも道連れにしてやる。電話電話。うん、もしもし、ヤマトか。ああ、どうしたガクト、急な用事か。遊びの誘いってやつだ。私服の時を約束してくれるらしいぜ。マジで？なんか知らないがすごそうだな。うん、だからお前もヤマト、いつまで電話してるんだ。早くしないとクリスがショートケーキのイチゴ取っちゃうよ。自分はそんなことしないぞ。まあまあ。俺さ、マユッチが作ったショートケーキをクリスとミヤコとで食わないといけないんだ。あんまり甘いのばっかりってのもな、そっちが羨ましいぜ。ヤマト、ヤマト、ヤマトさん。おいおい、クリス、ミヤコ、マユッチ引っ張るなって。あ、それじゃあな、ガクト。待ってたよガクト。さあ三人仲良く見ようじゃないか。神様って不平等だよな。なんだ、今更さっきのが泣けてきたか。でもあれで泣けるってことはガクトは僕たちと同じ素養があるね。いやそれは違う。照れない照れない。さあさあ、ちょっ、モロのくせに俺さんは引っ張るとは、なんて強引な。
ようこそオタクの世界へ。怖い？なーに、すぐ慣れるさ。誰か助けてくれ。第8話、大人の夜。これは川上学園に勤める臨時教員宇佐美巨人の悲哀を描いた物語である。小島先生とこうして居酒屋に飲みに来れるとは幸せですな。たまにはお互いの教育論など交わしたいですからね。ごもっとも。私も先生とそういう話をしたいと思ってましてね。なあ、ようやくチャンスが来たぜ。おじさん頑張っちゃいたいけど。ルー先生、サラダのメニューばっかり見てますね。ヘルシーなのが好きなのよ。なんだってお邪魔虫がいるんだよ。この時彼宇佐美巨人は焦っていた。せっかく設けた場に計算外の男が参加していたからだ。すいません、注文いいですか。直江、お前は酒はダメだからな。分かってます、川上水にしておきますよ。川上水は酒でもなくアルコールでもないのに、飲んでいると場の雰囲気で酔えるという摩訶不思議な飲み物である。それなら OK だな。ではビール2とウーロンハイ川上水で、あとシャキシャキサラダと海藻サラダ。あ、小島先生、他にありますか。トントロ串とさつま揚げ、ホタルイカを置き漬け、豚生姜焼き。相変わらず油っぽいものがお好きですな。まだ続きます。豚の角煮、鶏ユッケに手羽先のピリ辛揚げ、タコライスのドリアに枝豆で。おーおーおー、豆腐とか頼まなくていいんですか。ビールに豆腐は合いますが、それよりも肉が食べたいのです。小島先生はそれで美しいスタイルを保っているからすごいですよ。そうですか。まあ鍛錬していますので。リュウ、お前俺のセリフ取るなよ。お前が株上げてどうするんだよ。どうしました宇佐美先生。いえ、感心していたんです。元旦な女性というのは見ていて気持ちのいいものですな。露骨な世辞はいいです。政治じゃないですよ。宇佐美先生は小島先生がいないところでも褒めていますからね。え？ナイスルー、ファインプレーだ。後で宝くじ一枚おごってやる。私なぞ思っていても口に出せない男ですから、宇佐美先生が羨ましい。思っていても口に出せないことがあるんですか？そうですね、例えば今日の小島先生の服装もとても素敵だ。全体のバランスがいい。教師としての領分も外れてないし。なんだかルー先生にそう言われると斬新で悪くないですね。この落ち着いてヒゲ先生、これが天然の恐ろしいところなんだ。話せんな。おい、あいつを一発殴る。ルー先生は川上院師範代ですよ。無理に決まってるでしょう。そうだった、冴えないジャージ着てるけど、あいつむちゃくちゃ強いんだった。熱くなったら負けです。落ち着いていきましょう。おう、何を二人でドタバタやっているのですか。あ、電話か。失礼、出てきます。どうぞどうぞ。よし、行ったな。小島梅子が席を外して3人になるや、巨人は講義を開始した。ちょっとルー先生、あんたね、どうしてここに来たんですか。あ、ストレートな物言い。だってそれは小島先生に飲みに誘われたからだよ。何をカリカリしてるね。直江、説明してやれ。ルー先生、ヒゲ先生が小島先生に気があることはご存知ですよね。うん、下心見え見えだね。私でもわかるなんて相当だよ。そんな宇佐美先生が小島先生をようやく飲みに誘えた。うんうん。そしたら
小島先生がルー先生もご一緒にどうですかと誘ってきた。そうそう、だから来たんだよ。おかしいでしょ。そこは俺を立てて遠慮してくれよ。なんで？楽しく飲めばいいじゃない。邪魔する気ないよ。俺のプランとしては気楽に飲む、酒回る、ついでにもう一杯どうですかと誘う、近くにあるムーディーなバーに入る、さらに酔う。そしたら渋くこう言うんだ。少し休んでいきますか。あとはわかるな。ベンチで休ませて、ちゃんとタクシーに乗せてあげて、任務完了ね。ちげえよ、俺に乗ってもらうんだよ。盛り上がっちまった。なんだか良くないことを考えてそうだね。これは帰るわけにはいかないね。泣けるぜ。お察ししますよ。ああ、タメ口でいいんだぞ。他に先生がいる手前そうもいきません。見ろよ、香港からエアメールで取り寄せた精力増強剤、しっかり持ってきてるのによ。なんかもう必死ですね。私としてはなんで直江君がいるのか知りたいね。ああ、ルー先生が来るのが確定した後で俺が呼んだんですよ。ん？前に雑用手伝ってもらったお礼にね、飯を食わせる約束だったので、ついでですよ。なるほど、じゃあやっぱり私いても問題ないね。さて、脂っこいのいっぱい来るから追加でサラダ頼もうかな。最近はメニューが多いね。カルパッチョってなんだろうね。あ、確か和子が前に説明してくれたような。おい頼むぜ直江、お前を誘ったのには理由があるんだからな。はい、分かってます。まずはヒゲ先生のポイントが上がるような話をしつつ、小島先生にお酒を勧めていきます。そして先生に酒が回ってきたら、ルー先生を連れて先に帰ればいいんでしょ。お前は作戦を伝える手間が省けて助かるぜ。お任せください。その代わり今後の学校生活、結果に関わらずいろいろと便宜を図ってもらいますよ。おう、ギブアンドテイクだな。ヒゲ先生には悪いけど、この作戦成功する確率は 0% だ。相性が悪すぎるよ。二人で何をブツブツ言ってるね。え、あ、いや、そこの店員可愛いなって暗算が立って感じだし。は、まったく宇佐美先生は。呆れたけ呆れろ。今ワールドカップやってるけど、おじさんも気分はオフェンスよ。今日こそシュートを決めるんだ。パスは任せてください。見せてやるぜ直江、決意したおじさんの迫力ってものを。おお、ここまで気合入ってる先生初めてだ。ああ、俺は一応教師だからな。俺の背中に学べ。はい。そうこうしているうち、小島梅子が戻ってきた。すみません、お待たせしました。いえいえ、お気になさらず。学校絡みですか？何か問題があれば相談に乗りますよ。いえ、実はこの後友達と約束をしていまして。え？それの確認の電話でした。そうですか。え？それで諦めちゃうの？お前これどう切り崩せって言うんだ。無理だろ。ヒゲ先生、よくそれで大工業やってられるね。こうして飲み会はそこそこ盛り上がりつつも終わり、普通に解散した。畜生、あと一歩だったのに。いや、あと70歩くらいあった気がするぞ。作戦が不発に終わり、やけ飲みする宇佐美巨人を直江大和が面倒を見ていた。ああ、なんだかな、俺こんなに好きなのにどうして伝わらないんだろう。ピュアなのにな。先生、仕方ない。これ終わったらおじさんといけない店行こうか。おごってやるぜ、翡翠っていう超高級店。行かないって。つか梅先生一筋じゃないのかよ。もちろん、恋が実れば一筋だぜ。全然ピュアじゃねえ。これだからガキは。いいよいいよ、俺一人で飲んでくるよ。明日も学校あるのにまだ行くのか？
もうやめた方が。大丈夫、 100% 大丈夫。じゃあな。ヒゲ先生、あんたは確かに教師だよ。反面教師だがな。次の日、二日酔いで遅刻した宇佐美巨人を小島梅子がゴミを見るような視線で射抜いたことは言うまでもない。第9話、神に愛された男。ああ、職員室で飲むプーアール茶は美味しいね。うん。どうしたんですか、小島先生。ルー先生、どうですか、菓子などお一ついただくね。小島先生はせんべい好きね。私のクラスに風間翔一という生徒がいまして。バンダナしている子だね。やはり有名人ですね。あの軽やかな足運びは天性のものね。いい運動神経しているよ。確かに、さらに根性もある。桃代が認めている男ってのはそういないよ。さらに興味深い謎を持ってまして。それは運がとてつもなくいいのです。ああ、聞いたことあるね。いろいろ調べてみました。このレコーダーに彼の友達から得た情報が入っています。流しますよ。まずは同世代 M の証言。キャップはね、例えば麻雀とかパイパイもツモも凄まじいんだよね。おい、お前らパイを見やすく並び替える必要はないぞ。始まる前から終わってるぜ。地方も天方も出したことあるし、それがなくても大抵はリャンシャン店あたりからのスタートだし。誰も行かねえなら、そろそろ俺がリーチ行っとくか。四巡目あたりにはリーチが来るってどんだけ悪夢なんだか。普通そんな早くテンパイしないよ。よーし、ヤマトが泣いてくれたおかげででかい手が入ったぜ。こっちが泣いて流れを変えようにも効果がなくて、まるで泣いて流れを変えることすら運命のようにいいツモをするんだよね。よっしゃ一発。お、裏ドラもある。これで跳ねたぜ。さらに張ったのが分かってこっちが警戒してもキャップは普通に積もるんで意味がないというか。いや、先に上がられちまった。あと少しだったのによ。とはいえキャップもやたら大きい手を狙いたがるし、人の手を読んでこないからつけ込むところもあって、超強敵ながらも戦うことはできるってヤマトが言ってた。まあ僕が上がった後にキャップの手を見ると国士がテンパイしてたりするんだけどね。もう笑うしかないよ。以上です。なるほど、麻雀弱い私からすると羨ましいね。そうなんですか。すぐに泣きたがるんでね。釈迦堂にはチチチチうるせえとよく言われましたよ。なるほど。ではこれも同世代 K の証言。こういうのに声を吹き込むのって緊張するわ。頑張れ和子。ルー先生、これ録音ですから。ついついね。私はね、お菓子とか買うときお金を渡してキャップに買ってもらったりするのよ。狙うのは当たり付きのやつ。なんとなく当たりはこれの気がするぜ。選ぶ根拠なんてないのに大抵当たりを引いちゃうのよね。だからお金少なくてもやっていけてるわ。ここら辺は微笑ましい話ですね。次は年上 K の証言。やはりマカオのカジノで一発当てたことが鮮烈すぎたな。モモ先輩、みんな祭りだぜ。ロイヤルストレートフラッシュをこの目で見たらもう参ったと言わざるを得ないだろう。あの夜カジノはパレード状態だったからな。いやー、いろんな人から風間キングって言われるのは悪くねえな。その稼いだ金を自分がバイトしている潰れかけた本屋に寄付したってんだから、まあもったいないけど男らしいといえばらしいよな。私もやってみたんだが全然勝てなくてな、持ち金ゼロになってしまった。桃代はギャンブルでも危険なタイプなんだね。最後に
留学してきた同級生 C の証言です。クリスティアーネ・フリードリヒだ。あ、これ別に名乗らなくてもいいのか。では偽名でミス・騎士道という。クリスとは何の関係もないんだ。自分がキャップの豪運を見たのはサバイバルゲームをしていた時のことだ。何人かがキャップに向けて銃を撃つだろう。おっと、当たるわけにはいかないぜ。こう言って走ってるだけなのに本当に一発も当たらないんだ。足元を集中的に撃たれた時も、どあたた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 た、あぶねえ。足をジタバタさせるだけで一発も当たらないんだ。何気にすごいだろ。自分はそんなのアニメのルパンぐらいでしか見たことないぞ。戦場でも生き延びるタイプだろうな。これが以上です。聞けば聞くほどにすごいね。私はビンゴとかも全く当たりませんし、リーチすらかかりません。だから風間が羨ましくてですね、少し調べていたんです。なるほど。私も運はそんなにない。ああ、一個ついてることがありましたよ。ほ？カーカミンに入りたての修行時代にね、町で泥棒を見つけて追いかけていったんですよ。それはいきなり大変ですね。悪いことは許せないからね。ルー先生らしいかと。ところが揉み合って泥棒に屋上から落とされてね、ビルの10階ぐらいの高さからだよ。あー、いやー、もうダメかと思ったね。いろいろな障害物がクッションになってくれて助かったんだ。壮絶ですね。だからまあ、私は贅沢を言ってはいけないのかもね。なるほど、物は考えようですか。私も健康でやっていけてるんだから、運がないなど贅沢言ってはいけないのかもしれませんね。うんうん。まあ、ただ…ああ、小島先生、どうです、また飲みに行きませんか。男運はないと思います。頑張ってくださいね。なんだか今回は俺の絶叫落ちが多くて疲れたぜ。さてさて、次回のマジ恋ドラマ CD 第4巻は、ルー先生ゲスト呼ぶからお友達を紹介してください。そうだね。じゃあ友達というかライバルの釈迦道ね。おお、ここでまさかの釈迦道師範代。びっくりな人選だな。弟子たちがいるって言ってたから、そいつら連れてくるかもな。女の子がいっぱいか。そいつは胸が熱くなるな。またまた騒がしい会になりそうだね。宇佐美先生、最後に一言ありますか。おじさん、今回なんかみっともなかった気がするけど、やるときはやるからね。なんという言い訳。ジャケットにはクリスとマユッチが登場だ。いよいよ自分の時代が来たようだ。おまけゲームはクリスと一緒だぞ。頑張れよクリス、お前ならできる。ヤマト君、妙な真似はしないようにな。さて帰るか、俺は疲れたぞ。それではまたどこかで会おう。さらばだ。